それで結局立花不動産と手を組んだ。ああ、とりあえずはそこの社員って形だ。社員？へえ、そんじゃ極道からの華麗なる転身ってとこか。まあそこも堅気には思えねえけど。なっ、そうとなると、お前の殺しの濡れ衣を晴らす件は。立花はもう方々から情報を集め出してる。期待できそうか。ただな、ただおい、それじゃお前すぐ殺に手配されちまうんじゃねえか。いや、それについちゃ立花が殺に鼻薬効かせてる。それでも真犯人を見つけない限りはいずれ殺に追われる。俺が街を自由に動き回れんのはもってあと3日ってとこだ。なるほど。でもやっぱり立花ってのは結構。そうらしいな。その件についてとりあえず連中に任せるしかねえか。だから不動産屋の仕事だ。は？殻の一粒の持ち主がはっきり見つかるまでの間だけどな。もう一息ってとこまで来てるらしいが。お前な、堅気の仕事するって？ああ、織田っていう立花不動産の幹部が。だが福極道丸出しや仕事に何年だと。真っ当な堅気に見える福を仕立ててこ。ああ、お前もしかしてそれで俺のことを呼び出したのか。服についちゃお前に聞くのが一番だ。人を見る目があるぜお前。安心しろ、そんなに期待しちゃいない。お前な、それが。待ち合わせまでそんなにはないな。できれば神室町で買い物を済ませたい。それじゃあんまり選択肢はないな。中道通りだ。そんなとこに服売ってる店なんだ。新米のホストがスーツ買いに行くような店だ。贅沢は言わねえさ。上着いたぞ、ここだ。本当にこんなとこにあるんだな。そんじゃ入ろうぜ。ああ、無難な線だと。なんかそれが堅気ってもんだろうが。見え張ってなんもなのは極道だけだ。ならおめえにぴったりだな。うるせえな。お、バカ、おめえそれなんでダメなんだよ。これじゃあスーツの自己紹介。着こなすにはセンスだけじゃなくて手。それじゃあこれはどうだ。色は落ち着いてるが。お、白か。さっきの柄物。よし、これ試着。よっ、これでどうだ錦。くっ、何を笑ってんだ。やっぱな。お前の見立てた服じゃねえか。
分かってるって。いやでもよ。お前がどう言おうが俺はこの服が気に入った。これでいい。え、おい、いいのか。全然。小田には服を何とかしろと言われただけだ。やることはやった。そっか。何言ってんだ。あ、鼻から俺は。付き合わせて悪かったな、錦。ああ、お前小田だ。そうだったな。だろうな。危なくなったらいつでも。よう来たか。待ちくたびれたぜ。小田、三が抜けてるぞ。おい、上司呼び捨てにするやつがどこにいるんだ。大体お前その服なんだよ。ちゃんとしろっつったろ。あんたに言われたくねえよ。あ、あれ、そうか。他にもっとマシな教育係はいねえのか。バカ言うなって。俺以外の誰がお前の手綱握れるんだ。覚悟しときな。俺の教育は厳しいよ。キリュウ。なんだこれ。伊達メガネだ。俺にこんなもん。いちいちダダこねん。さてと、それじゃあ早速始めっか。そいつが年の割に世間知らずな。戦友よ。ああ、ヤクザのくせに戦友屋を知らねえのか。しょうがねえな。戦友屋っつうのは建物の占拠。ああ、よく借金のことけど。本当は即そう戦友屋をせしめた立ち抜き。それじゃあ。いや、そうはいかない。しかおかしな話だ。確かにな。けどその金をなるべく払わずに済ませたい。じいさんそろそろ来ると思うんだが。先に店に入ってた。お、キリュウ君の名刺だよ。これであんた、いいか、今日はお前のサラリーマンとしての適性を測る。わかった。いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。よし、この場所なら問題ないだろう。仕事の話をするのにおあつらえ向きだ。おい、まさか上座に座ろうなんて思ってる。入り口。それくらい知ってる。知ってても実行できなきゃ意味な。わかった。いらっしゃいませ。ご注文はお決まりでしょうか。ああ、そうだ。ビールを頼む。あのお客様、当店ではビールは。まあ、わかりにくいジョークで悪かったね。注文は連れが来てからにする。また後で頼むよ。かしこまりました。ジョークってことでいいんだよな。ヤクザの世界じゃどうだか知らねえが、昼間っからさ
酒が飲みたきゃ。ああ。お、おい、来たぞ。あのじいさんが今日の客だ。どうも、山根さん。お久しぶりです。ああ、悪いね、小田さん。なんか、面倒なことになっちゃって。うちの新人で、桐生。へえ、そうですか。立花不動産の桐生です。いいぞ。名刺交換は挨拶の基本だ。だが、残念。あ。ま、初めてにしちゃ。桐生さんですか。これか。こちらこそ。なるほど。お話聞く限り、山野井さんがそのビル落札したのは。ええ、まあ。専用屋は一人ですね。はい、辻って男です。そいつからパッ。まだです。できればそのあたりの交渉も。私も年寄りですし、怖くてね。なんとか。もちろんです。時に山野井さん、早いとこ済ませたいですし。そうですね、500万。それはまあ。もともとあんたがそいつに金出す筋はね。おい、失礼だ。その辻って男。お察しします。でもご安心ください。あ、ヤクザのエキスパート。いや、時々ヤクザになりきっちゃあえつに言ってるんですよ。ああ、ま、それじゃあ頼めますか。いつも山野井さんにはお世話に。本当ですか。で、問題のビルというのはどちらに。天下一通りにある杉田ビルです。わかりました。あとは我々にお任せくださいな。話は分かったな。ま、交渉。専用屋のバックにはヤクザがついてんだろ。そこは俺の腕の見せ所だな。なんだ。ひとっ走り。あ、相手が専用屋にしても手ぶらで交渉ってわけ。まったく。菓子折り買ったら杉田ビルの前に来てくる。それじゃまた。ああ、いらっしゃいませ。ありがとうございました。でしょ。
キリュウ君。ああ、これでいいんだろ。よし、さすがにこれくらいは。で、こ。ここに戦友屋が居座っていると。ああ、それじゃ、行くぞ。ああまあみこの部屋らしいな。すみません、辻さんいます？山野井さんの代理で参りました。立花不動産のもんですがね。立花不動産？あとこれつまらないものですけど。おい、勝手に何すんだ。ああ、汚ねえな。立ち退く？なん。そうは言ってもね、このビルはもう。それをあんたがいつまでも立ち退いてくれないってこ。民法395条。はい。あんたも不動産屋なら勉強しな。要するに俺は硬いこと言わないでくださいよ。立ち退いてくれるなら引っ越し費用はこっちで持ちます。あのな、立ち退き料目当ての占有屋がよく言うな。なんだよ、占有屋って。ねえ、辻さん、そんなもんそっちの都合だろ。ヤクザだから、そんな猿芝居はいらねえってんだよ。なんだと？あんたごときにオーナーは出てこねえよ。あんま調子に乗んなよ、不動産屋風情が。それじゃ。まあ最初はこんなところだろうな。仕事ってのは使い分けが大事なんだよ。本物の交渉相手。結局。なんだこいつら。鈍いね、キリュウ君。おたくらが立花不動産って人たち、山野井さんの代理だって聞いたけど。あんたは？おたくらの味方ですよ。ええ。まあね。それうちが話しつけてあげるよ。なるほど。その仲介料として。話が早いね。さすがカムロ町の不動産屋だ。そうだな、700万ってとこ。ほんの少し部屋に居座っただけで700万。楽して儲けたのだからって。へえ、どうやって？もちろん力ずくでだよね。小田、あんた。まあね。でも新入社員の初仕事。いや、そうでもねえさ。その手間賃ってのはいくらだ？
300万合わせて1000万だ。どこの組のもんだ。登場会太平一家だ。太平一家、あいつの組か。堂島組若頭補佐阿波野弘樹。うちを敵に回したこと後悔しても遅いからな。首を洗って待ってやがれ。河村町には星の数ほどヤクザの、もっとも俺らが殻の一つを追ってりゃいずれ勝ち合う相手だ。戦友やら辻さんよ。はい。まだそのビルに居座るつもりなら。いや、その、あんたの後ろ盾は見ての通りだよ辻さん。それでもまだ一人。いえ、めそうもない。あ、そう。それじゃ今夜中にあの部屋出てってね。明日の朝までいたら。今夜中に立ち退かせていただきます。これがあんたの仕事のやり方ってわけか。俺のじゃない。ま、最初の仕事にしては上出来か。どう？俺が極道になったのは、お前もしかして殻の一つを手に入れたら極道に戻る気か。そんな先のことか。そっか。それよりこの後はどうする？ああ、問題の戦友屋は追い出した。それが済んだら天下一通りのセレナって店に来てくれ。セレナな、ただの小さなクラブだよ。安心しな、今度は仕事。案外決ま、まあね。あのじいさん、マッハボールか。それじゃまた後でな。まったくだ。山の井さんいなく。まあそうなるな。おっ
ぞ。てめえ何つったって。まあまあいいじゃねえか。俺は今日はもう人を殴る気分じゃねえんだ。それに俺って器が広いからよ。怖い顔した兄ちゃんだな。じゃあな、もう二度と俺の前に立つんじゃねえぞ。はい。山口さん。おい、しっかりしろ。キリュウさん、お願い。ああ、そんなことより大丈夫。いえ、大丈夫です。過ぎたビルまで。わかった。すみませんね、ありがとうございました。戦友屋の件も無事片付けてくれたみたいで。いや、それは別に構わん。ええ、おかげさまで。しかし実はあんたを潰そうとしている連中。え、桐生さん。さっき。そうですか。一体何なんだ。娯楽ファイブ。今娯楽王のほか、そん彼ら5人はうちに目をつけている娯楽王は、私も多少ですがこの辺りの有力な物件を所有していますから。なるほどな。奴らを狙いはあんた自身ではなく。詰まるところ現在の異常なまでの景気で、彼らはゲームで大いに力を発揮してくれる。物件を駒扱いか。もちろんだが、彼らは自分たちの儲け、彼らのマネーゲームに巻き込まれて悲惨な目に遭っている。この異常な景気で、その時カムロ町はこのままマネーゲームで引っかき回されつつ、私も長くこの町と共に生きてきた男、そのために抗ってきたんですが。そう言わずに。もちろんだが、ファイブビリオネアにはボー。くそ、なんとかな。ん？一つだけ方法があります。なんだそれは。桐生さん、あなただ。何？あなたには奴らに対抗できる腕力も戦友屋の剣も。そんなあなたがこの事務所を継いでくれれば。何言ってんだか。誰でも最初はそうです。難しく考え、それにこの任務は別に失敗しても構いません。しかし別に俺じゃなくても。なかなか桐生さんほどの男はいない。なぜだ桐生さん。え、あなたは風間さんが経営、そして堂島組の若手。あんた誰か信頼できる人間はいないかと探す私に。立花が。ええ。ということ。ええ。あんた、そんな風間さんを慕う、うん、お願いできませんか。もう、
リナです。ああ、ああ、稼ぐぜ。ええ。
この金でどうだ。いらっしゃいませ。いや。あれ？お客さん初めて？ああ。お好きな席にどうぞ。いや、俺は待ち合わせで。緊張してんじゃねえよ。錦。よ。なんでお前がここに。行きつけの店の1軒や2軒俺にだってあるさ。この店は今俺の一番のお気にな、レナ。あら、錦山君のお知り合い。あ、もしかして桐生さん。ああ、そうだか。うわ、やっと会えた。一度お会いしてみたかったのよ錦山君。酔うとあなたの話しかしないからね。おい、余計なこと言うな。まあいい、とりあえずここ座れよ桐生。それにしても奇遇だな。ああ、お前はよく来るのか。まあな。ならちょうど手間が省けた。そういや、相手は立花不動産の小田だ。小田さんならまだ来てないわよ。さあどうぞ、最初の一杯は私のおごり。
もともと織田に奢られる予定だ。なんかあまり乗客じゃないみたいね。なーに、俺たちはこれからの人間だからよ。今度はユミちゃんにも会ってみたいな。歓迎するわよ。あいつはまだ学生だよ。おい、ユミにこの町でホステスさせんのか。人気出ると思わねえか。あいつはひまわりの頃から。じゃあ期待の新人ね。そうかもな。なんだか桐生さん、ユミちゃんのお父さんみたい。そこはせめて兄貴みたいって言ってやれよ。失言ね。それにしても、どうする？もう一杯飲むか？いや、待つよ。ふん、なんだよ。おめえも少しはサラリーマンっぽくなってきたじゃねえか。これくらいで何言ってんだ。ただのマナー。その常識がねえのがおめえだったろうが。言ってろ。ねえ、それならカラオケでもどう？ん？いいね。バカ、それじゃ酒飲んでんのと変わんねえだ。じゃあお前は聞いてるだけでいい。仕事上がりの時くらい固いこと一個なしよ。歌ってる間に小田さんもきっと来るわ。しょうがねえな。よし、そうと決まれば善は急げだ。ミュージックスタート。どうよ、錦山君、すごいプロみたい。だろだろ、おめえもなんだかんだ言ってノリノリだったじゃねえか。ふん、ったく素直じゃねえな。そんなわけないだろ。それにしても織田ってやつ、ほんとね、事故。いらっしゃ。
元気そうだな。アワナの兄貴。なんでここに。座ってろ、錦山。こいつらに見覚えあんだろ、義龍。その説はお世話になりました、義龍さん。お前ら、戦友やな。お前らが織田をやったのか。その前にお前がうちのしのぎ邪魔したんだろ。立花不動産でいえ、こそこそ登場会に盾ついてる連中で、組抜けて早々お前もギリってものが分かってねえ。親父、ここは俺が。こいつ知ってるか。うちの岡部ってもんだ。例の戦友屋のしのぎはこいつの仕切りでな。かわいそうにおめえのせいでけじめつけちまった。おめえ今度は何やらかした。下っ端が口を挟むんじゃねえぞ。うれっ、うわっ、にしき言うな。俺がこちらの片木さんと話してんだろうが。にしきやめよ、ガキがシャシャル出てくんな。錦山は関係ねえ。こいつとはたまたま居合わせただけです。慌てなくても次はてめえだ。ねえ親父、もうこいつやっちまっていいすか。こいつの面見てるだけで俺らはもう。おう、片木の皆さんに迷惑かけねえようにな。店の外でやれ。ほら、ここで錦山と飲んだら美人のママも一緒にな。ああ、来いや、キリュウ。すぐに戻る。おい、そんじゃこっちをこっちで楽しくやろうや。ねえ錦山。俺はよ、お前が正気とは死に、何つったって。なんか勘違いしてる。え？あんたらに詫び入れる気は。やる気ない。おれ早くやれや。すぐそこに阿波野の親父がわざわざ。俺の仲間が。ああ、錦山と。てめえ、何が最後の一戦。てめえらとっくにそれ超えてんだよ。
てめえ。やるもんだ。クゼの兄貴も手焼くわけだな。組抜けてからの方がよっぽどヤクザじゃねえか。次はあんたか。やってみろよ。くっ。キリュウよ、おめえ、なんで立花不動産に。何、分かってるぜ。風間の頭に指示されてんだろ。俺がわざわざこんな山で出張ってきたんだ。おめえが立花不動産と絡んでろって聞いたからな。俺はよ、風間の頭が立花不動産を使って空の一坪を追ってると踏んでるんだけどな。どう思うか、あんたの勝手だ。おめえごまかすのが下手だな。でも俺、おめえのそういうとこ気に入ってんだ。もう立花不動産、そうか、まだか。俺は何も言ってねえぞ。ねえ、いい。なあ、キリュウよ。俺に立花不動産の社長と合わせろ。やつはうまいこと隠れ回ってるようだな。青にはおめえに仲立ちしてもらうのは手っ取るばい。俺はもう堂島組を抜けてる。あんたに指図される義理はねえ。やってくれりゃ戦友屋の剣は水に流してやる。それともこのまま的にかけられていいか。部署に逃げ込んだとしても無駄だぜ。死ぬまで追い込む。それも楽に死ねると思う。やってみろ。じゃあ、あと何だ。空の一つの情報を洗いづらい。すまない。